前宅の実家です。前宅の実家の美容室に来ました。今日はどんなお客さんが来るんでしょうか。こんなとこに美容室来たんだ、ちょっと入ってみよう。すいません、いらっしゃいませ。予約とかしないんですけど、カットとかできますか。全然いいですよ。 ありがとうございます。全体的にちょっと失敗された感じですよね。違うファンの子が来てくれたから。あんまりね、ファンの子が来てくれた。言えない。スカスカは俺のポテンシャルだから。毛根の俺の毛根のポテンシャルだから。こちらどうぞ。さあ、こちら座ってもらって、準備するんで座ってもらって。高いな、下が高いって、難しいって。お待ちください。こんな高いの見たことないよ。足つかないよ、高いって。そんな微調整いらないですよ。ガッタガッタってなってるから、ずっと。その下ろすのにガッタガッタってなったよ。ちょっと待ってくださいね。合わせろって。こうやるから、それ、このくらいだから。高い高いって、ガッタガッタってすんなって、マジで。読むから。ちょっと待ってください、ね。ガッタガッタって読むな。ちょっと会うとこまでちょっとお付き合いくださいね。ガッタガッタやろ、ガッタガッタやろ。え、お母さんもう大丈夫ですか。はい、マネタクママ、マネタクママ、ママタク、ママタク、あれですね、ママタクさんお願いします。よろしくお願いします。はい、どうですかこの感じ。後頭部やっぱ重たいですよね。ここだけは多いよね。うん。他少ねえみたいな。でも年齢層的には割と高いんですか、お客さんは。そうですね、うん、高齢の方が多いですよね。じゃあこれぐらいの頭皮も全然確かに使い慣れてる。言えるかい、上の方がやっぱりね。そうですね、なるほど、言えるかい、サゴ状的な感じの。なんでいいもんか。いや、いいでしょ。いや、お客さん減るワードなしやろ。確かに。あ、冷たそう。あ、ちょっと温かいの言ってきてよ。あ、出ます。やっぱ一回濡らした方がいいんですよね。そうね、うん、あー、ちょっと、あ、ちょっと、もうお母様恥ずかしい。ちょっともう笑っちゃってるもん、お母様。上はちょっとすいてある感じですもんね。すいてないよ、これ。なんか俺の毛根のポテンシャルなの。上のはちょっとまだ夏っぽいから。違う、もう秋冬ですからね。ゴールシーズンこれでやってる。薄いな、おい。こんなに薄くすなよ。どういう感じにしてほしい、うん、した感じ、うん、誰にとかさ、うん、誰に一応言った方がいい、言った方がいいよ、お母さん。いや、なんだろうね。あ、誰だろう。愛子。じゃあ愛子みたいに。いやいやいや、あ、切ってる、切り出してる。何にも言わずに切り出してる。ここ長いですね、明らかに。ここ長い、うん、あー、なくなってる。あら、わ、すごいプロですね、やっぱり。なんか顔が不安そうな。泣きそうな。なんでそんな顔な。大丈夫かな。大丈夫大丈夫、絶対大丈夫。ふざけてないかな。ふざけてない。今プランは。ノープラン。ノープラン。ノープラン。さや、ちょっとノープランで行くなって。一瞬変わる。一瞬変わるなって。ちょっと、うん、その辺あの多いから失敗いいですもんね。やめろ、絶対やめろよ。これ、そぎばさみ、あ、そぎばさみ、あのざっくり切れ、あの切れ味が出ないから一回やってみよう。自然にこう髪の量をぼかせる、うん、あー、なるほど。あ、あ、すごい軽くなるんじゃない。シャッシャッシャぐらいですか。そんな感じ。あ、こんなもんでいいんだ。シャッシャッシャぐらいの。いや、どんどんやってる。これでもシャッシャッ、どんどんやってる。あ、怖い怖い、目つぶんの。マジで怖い、目つぶない人って言ってくれ。なんでだよ。マジで皮膚いくだろ、こいつ。耳とか結構でも全然、うん、いい感じ。あ、いい感じ、いただきました、うん、向いてるかもしれない。あ、本当ですか。やろう。やろう。そこで、あ、ちゃんと石鹸あるから。そんな汚くないですよ。そんな汚くないよ。あ、ボリュームというか、ボリュームが綺麗になってきてる。あ、うん、後ろが、うんうん、首太いのいいだろ。髪見ろって。首太いのどうでもいいんだよ今。ウサギかわいい。
ウサギ見んなって、その木についてるウサギ。あ、すごい、うん、いい感じ。なかったボリュームが今出てきた、生み出されてる。へえ。問題は上だけだな。ここ切っていいんかな。まだ序の口ですよ、ここら辺は。ここが本番ですから。誰が言うてるの。気抜かないようにしようです。怖っ。すごい、本人が言ってるからもう間違いないわな。週刊誌でも出しましょうか。あとプーさんとハチミツ。いいですね、ディズニーランド名作絵本。おとぎの森に丸々と太ったクマが住んでいました。いい声、お前やないか。名前はプー。プー太郎。プーさんの家は大きなカシの木の根元にありました。ある日プーさんのお腹がグー。さーて、ご飯ご飯。ちょっと面白くないな。ちょ、さやさんどこ行ったの。あぶれ。どこ行ったさやさん。怖い気持ち悪い。なんだこれ。26歳だな。匂いで分かるタイプ。これ似合うくない私。似合うな。これなんかおるよな。これいるよね、こういう人、うん、いる。いる。前髪切りに来ました。いや、切るなよ、それ以上。お前は。ナイフ等しいぞ、そいつ。ちょっとこれできちゃって。ちょ、目にかかりそうなんで。かかんねえよ、お前。前髪ちょっと目にかかりそうなんで。5センチぐらいあるよ、前髪まだ。全然こっち興味ないじゃない。飽きてんじゃない。添加物に口うるさいおばさんじゃん。食品添加物。オーガニック。絶対言うのよ、こうやって。出来上がってきた。出来上がってきた。マツケ長いんですよ。長っ。毎回言われるんですね。すごい、無駄に長いね。無駄に長いです。呼吸できない。自分を刺さないと、そういうの。隠された。怖い。マダムタッソーみたいだったの。洗ってよ。ちょっと冷たいね。かゆいとこ行ってくるやつとかいるんですか。いる。あれ行ったことない。うん、このてっぺんがとか。ちょっと今、右の玉金かゆいですね。すいません。かいちゃって自分でかいちゃって。職得たな、マネージャーの親に。右の玉金とか。おお。どうよ、毛量が増したね、うん、増した。じゃあ最後、仕上げだけやります。仕上げだけやるなよ、お前。仕上げだけやる人。なんで仕上げだけやるんだよ。怖い。仕上げだけやります。怖い。目がどこやばい行ったな、こいつ。結構行ったな、あいつ。どう行っただろう、お前。結構行った、ちゃんと。ここいらないです。めっちゃ行ってるやん。いや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 、結構行ったな、あいつ。行ってる。なんであいつ行くんだよ、最後。ここに来て。ここに来て。マネタクのお母さんが来てくれたのに。いい感じになりました。笑ってんじゃん、これ。ちょい。あ、斬新。斬新って。良くない時に使えてたから。そして、いただきました。ここ急に短くなってる。まあいいんじゃない。あ、めちゃくちゃいいですね。あの、サーヤが歯、うん、当てた分、うん、開かなってる。ハイパワーであつらからだろ。ギューンと押し付けたからパワー絶対。おー、すっきりしたよ。すっきりしてるから。すっきりした。うん、いい感じ。
待ってて、うん、あれおいジョリジョリなんだよ、ここだけめちゃくちゃ行ってる、なんそこだけ行くんだよ、これじゃあ物足りないなってなった時にはいいでしょ、札ちょっとつけたままでごめん、ああ、全然大丈夫ですよ、これ一番隠したい部分はかぶれれば今ね、おっ、これでなじませる、なじませる、うわすごい、頭でかいな、なんか頭でさえでかいな、でもいいんじゃない、あ、もう頭皮なんてどこへやらんじゃない、うん、こっち見て、おお、すごい、うわ、あ、本当にでも、うん、ぽいな、ぽい、うん、うん、このウィッグつけて完成や、完成だな、これがありで完成か、あ、素敵、頭大きい、頭大きいよな、明らかにな、ここ、ここ分でかくなってんだよ、完成しました。完成しました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。これでマルコポロリの収録に向かいます。キャストさん、キャストさんだ。あ、絵描いてる。え、西田。